入試算数。サクッとひらめきたいありがちな両問おまけ問題付きです。では始めましょう。図は AB イコール AC の二等辺三角形です。この三角形の辺 AC 上に BC イコール AD になるような点 D を取るとき、角 ABD の大きさを求めてください。では解説をします。二等辺三角形 ABC の底角である角 ABC イコール角 ACB イコール括弧 180-20 は分で80度です。ここで三角形 ABC と合同な三角形 BEA を図のように描き、2点 D、E を結ぶとき、角 BAE イコール80度であるから、角 DAE イコール 80-20 で60度であり、AD イコール AE により、三角形 ABD は正三角形となり、AD イコール ED です。すると、AD イコール ED、AB イコール EB、DB は共通により、三角形 ADB と三角形 EBB は合同です。よって、角 ABD イコール角 EBB となり、角 ABE イコール角 BAC イコール20度なので、角 ABD イコール20割る2で10度が正解となります。おまけ問題です。図のように2枚の三角定規を使って四角形 ABCD を作ったところ、 BD の長さは4センチでした。さて、四角形 ABCD の面積を求めてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題を解く方法を解説していますので、概要欄の URL からご覧になってください。